ダメだ。夜中のプレイはやるもんじゃないわ、これ。プレイが雑になるな。ただでなくても雑なプレイしちゃうのに。なおさらだもんな。で、いやー、また同じとこやるのめんどくさいな。うまく負けた。ああ、負けなかった、こいつは。ちょっと待って、危ねえわ。こいつ一定の距離に入ったら近づいていく感じなの？なんか、そんな感じの動きをするんだけど、わあ。やめてくだせえ、もう。回復。はあ。と逃げてきたはいいんだけど、こっからどうしようか。種植えの後にしよっかな。なんかね、上にカエルっぽいのもいたので、ちょっとその辺怖いんですよね。これはどうすればいいの？てか、ファイアウェブ使う場面がなかなかないんだけど。大体通常攻撃で殴り倒せちゃうから。ファイアウェーブにする必要なかったな、今の。まあ、保険みたいなもんかな。はぁ、辛いわ。で、羊皮紙と魔法の種。あとはないんだっけ？狼はいるだけなんよね。うん、全開の状態で一発で倒せたら問題ないんですけどね。じゃあ、ちょっと。いや、次のエリア行こう。こっちは見たから、この青い狼だよな。どれだけ強いんだろう。回復はできたけど。うん、特にない。ちょこちょこいるな。特にないか、ここは。じゃあ上行こう。どこ？ここは。ここは、あそこか。上の方に来たのか。ってことは、ちょっと待ってよ。こっちは何もなかったと思うから。
回避の方法がもう、変態だわ、もう。で、つながりが本当にわかんなくなりそうだな、これ。広いし。うわ、赤いのも来てるし。赤いのも一応倒せたから、まだそんなでもないんだけど、怖さ的には。ああ。なんだなんだなんだ。行って。狼が井戸端会議してた。いや、そして行き止まりだったこっち。ああ、さあどうしよっか。赤いの倒しちゃおうか。ああ、取り巻ききよった。指揮所。あぶねあぶねえわ、もう。ちょっと一旦回復。OK。鳥巻くとめんどくさいな、これ。こいつは倒すメリットはなくて、ちょっと待って。本当にこれ。本当に怖い。また変態的な動き方しちゃった。うわ、行き止まりだった。ムカつく。はぁ。なんかまともに探索できないな、これ。次のマップ的には上になるの？なんか上しか行けなさそうな感じがしたんだけど。から入り口に配置しないでくんない？もう。どうしよっか。スルーして。うわぁ。はめられた。また穴があるね。ちょっと待って。あ？ここどこだよ？なんかあった。白い衣を手に入れた。おう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 。あれ？てか闇夜の儀式より訴状魚の方が大きいんだっけ？すっかり忘れた。あ、こいつそんなでもないね。普通のイズチーノがちょっと強くなったぐらいでしたね。よかったよかった。で、全開して、もううかうか探索しらんないな、これ。もう、やめてよ、この追いかけ方。もう、やめて、ほんとに。この鬼ごっこ、ほんとに嫌なんだけど。レベル上がった。完全にスルーしちゃったけど。いいや。これはしょうがない。あ、倒した。
原住民の人と同じような感じで行った方がいいのかな。うわぁ。